第6章は、労働に関する一般常識です。まず、職業安定法の改正から見ます。求職者保護の観点から、求人企業や職業紹介事業者向けの規制が強化されています。まず、求人企業向けの規制です。人手不足が深刻化する中、求人広告で交代具を謳って求職者を詰めておいて、いざ労働契約を締結する直前に、求人広告を下回る労働条件が示されるという事例が増えてきています。それが規制強化の背景です。 その最も悪質な例がいわゆる求人詐欺ですそこで虚偽の求人広告を出した求人企業についての罰則が設けられました一方で虚偽でないとしても求人広告の条件から面接の過程で労働条件を変更する場合があります図解をご覧くださいまず求人企業が紹介機関に対して求人の申し込みをする際にその勤務時間や給料などの募集条件すなわち労働条件を明示しますそして紹介機関は求職者に対して職業紹介をする際にその条件を明示します 例えば、求人企業が示した条件が基本給30万円であればそのまま示します。その後、求人企業と求職者が接触し、労働契約の成立に向けて交渉をする過程で、求人企業が労働条件を変更する場合があります。例えば、求職者の経歴を考慮の上で28万円ぐらいが妥当と判断した場合です。 その変更をすすること自体は可能ですが従来その変更を求職者にギリギリまで知らせずに労働者が労働契約書に犯行を押すという段階において実は基本給ががが万円になってていいいたたこととを労働者が知るというトラブルが生じていましたそこで改正によって募集時の条件が交渉の過程で変更したような場合はその変更内容を労働契約が成立する前に求職者に明示する義務が求人企業に課されることになりました。 もし求人企業が変更の明示義務を果たしていない場合は罰則こそありませんが指導助言勧告を経て最終的には社名の公表が行われることになり社会的制裁を受けることになりますこの実効性の確保のため求人企業も職業紹介事業者などと同様に報告命令の対象に加わることになりました合わせて求人サイトすなわち募集情報等提供事業者も対象に加わっています次に職業紹介事業者向けの規制強化です 職業紹介事業者に紹介実績等の情報提供を義務付けることになりました。情報提供とは紹介実績のことです。その事業者が紹介した就職者数や離職者数、手数料に関する情報です。これらの情報を厚生労働省の人材サービス総合サイトに掲載するなどして、求職者が職業紹介事業者を選ぶ際の参考にしてもらうという目的です。 離職者が多かったり手数料が高かったりする事業者を求職者が利用しなくなり結果として悪質な職業紹介事業者が市場から淘汰されるということを狙っていますそして職業紹介事業者が選任する職業紹介責任者の職務としてその事業の従業者すなわちスタッフに対して事業運営の改善向上のための教育を行うことが義務化されています従業者に法令遵守のための知識を習得してもらうためです次に労働条件の明示等にあたっての留意点です 求人企業や職業紹介事業者が求職者へ明示する必要のある労働条件が5項目追加されていますまず使用期間の有無及び期間使用期間中の労働条件です最初の数ヶ月を使用期間ではなく有期雇用契約とする事例が見受けられるためです次は労働者を雇用しようとする者の,の氏名または名称です広告上は大手企業の本社名を名乗っているしかし実際の雇用主は死者やフランチャイズということがあるためです そして、派遣労働者として雇用する場合はその旨です。そして、固定残業代を採用する場合、固定残業代を除いた基本給の額、固定残業時間、固定残業時間を超えた場合は、追加で給与を支払う旨です。例えば、同じ基本給30万円でも残業代は別の場合と、うち固定残業代10万円含むでは全く意味が違うためです。最後に、裁量労働制を採用する場合にはその旨です。 求職者が長い時間をかけて就職活動をし、やっと最終面接を終え、いざ労働契約の締結をしようとする段階で、そうそう、実は基本給30万円って固定残業代込みだからねと急に命じされたときに、就職を辞退することは困難といえます。そこで求人広告段階から命示することを求めることにしたものです。次に、募集情報と提供事業についてです。雇用保険法で学習したとおり、求人サイトについても職業安定法上の定義づけを行い、法の規制のもとに置くことになりました。 具体的には求人サイト、求人情報誌などにより求人・求職の情報を提供する事業を行う場合のルールが新たに職業安定法や指針に定められています。以上、職業安定法の改正についてでした。次に障害者雇用促進法の改正を見ます。雇用義務の対象に従来の身体知的障害者に精神障害者が加わりました。目的条文についても障害者の雇用義務等という身体知的障害に限定しない文言に変わっています。 そして具体的な雇用義務の規定においても対象障害者という定義が新たに設けられています対象障害者とは身体障害者知的障害者精神障害者のうち精神障害者保険福祉手帳の交付を受けているものという定義になっていますこの精神障害者が雇用義務に加わった結果法定雇用率も引き上げられて2.2%になっています本来であれば2.3%に引き上げるところなのですが激変緩和措置として当面は2.2%です この引き上げに合わせて、障害者雇用義務が生じる企業の規模も50人から45.5人にそのが拡大しています。45.5人 ×2.2%、1人未満は波数切り捨てで1名となるためです。すなわち、短時間労働者以外の労働者が45人、短時間労働者が1人いる企業は、算定上45.5人になるために雇用義務が生じるということになります。その雇用人数の計算についての特例があります。まず、障害者である短時間労働者は0.5人と算定されます。 企業が雇用率を達成するためだけの目的で障害者をフルタイムではなく短時間労働者として雇用することを防ぐため0.5補正をすることになっています図解をご覧ください短時間労働者の実数が2名である場合は2名 ×0.5 で算定上は1名になります身体知的精神障害者全般で同じ取り扱いですが精神障害者のみ特例があります図解をご覧ください精神障害者については雇党入れから最初の3年間は実数1名をもって1名と算定します そしてて年経過後は原則に戻って名ですこれは精神障害者についてはフルタイム勤務よりも短時間勤務の方が職場定着率が高く仕事に慣れた後にフルタイム勤務に移行する例が多く見られるデータがあるためですそこで職場に慣れるまでの最初の3年間は1倍で計算することで精神障害者の雇用を増やしひいてはフルタイム勤務の精神障害者を増やすというのが狙いです その観点から3年以内にその企業退職したものを再雇用するという場合この特例は適用されません再雇用してもまた退職する可能性が高いからですそして重度障害者については事業主の負担が大きくなるということで1人をもって算定上は2名とします使いをご覧ください短時間労働者以外の重度障害者が1名いる場合は ×2 にされて2名と算定されます一方で重度障害者である短時間労働者については2倍してさらに0.5倍します 結果図解の通り、実数1名とすると2、2×0.5 で、算定上1名となります。一方で、精神障害者については、重度である場合に、事業主の負担が増すという関係が明らかでないため、2倍補正はありません。以上が算定の特例です。そして、雇用状況の報告、および障害者雇用推進者の規定の対象規模も、45.5人となっています。以上、障害者雇用促進法の改正です。次に、育児・介護・休業法の改正を見ます。 まず育児休業について子が最長2歳に達するまで取得が可能になっています従来の最長1歳6ヶ月までを延長していますこれは保育園により入園させやすくするためです進級がある4月が保育園入園の可能性が高くなりますまず0歳4月入園ついで1歳4月入園ですしかし誕生月によっては1歳6ヶ月では1歳4月入園の時期を迎える前に休業が終了してしまいますそこで最長2歳まで延長するということです 条文表現で確認します原則は子が1歳に達するまでの休業で事業主に申し出することにより取得できますただし子が1歳に達した時に保育園に預けることができなかったような事情があれば1歳6ヶ月に達するまで延長できますそういった状況の条文表現が雇用の継続のために特に必要です子供も,も預けることができない会社も休めないとなったら辞めるしかない雇用の継続が困難だという状況です その後、子が1歳6ヶ月に達した時点で、やはり保育園に預けることができなかった場合は、さらに子が2歳に達するまでの休業が可能です。次に、育児目的休暇制度の努力義務の創設についてです。男性の育児休業の不足がなかなか広まらない中、休業ではなく休暇であれば取得しやすいであろうということで、育児目的休暇制度を導入する努力義務を創設しています。 育児目的休暇とは配偶者の出産日に立ち会うための休暇や保育園の入園式や卒園式に参加するための休暇が想定されていますその対象になる子どもの年齢は保育園の卒園式だけに小学校に入学する前までです最後に育児休業制度等の個別周知の努力義務の創設についてです男性の育児休業取得率が伸び悩む理由の一つがそもそも男性が取れるということを知らない労働者が多いということがあります そこで部下の配偶者が出産した場合は、就業規則に書いてあるでしょうというだけではなく、いや、出産おめでとう。ところで、男性も育児休業取れるんだけども、君はどうすると会社から周知するスタンスを取ってくださいという努力義務が課されています。以上第6章、労働に関する一般常識についてでした。